おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。クーパーです。高評価、チャンネル登録よろしくね。4回です。20、25秒にしてるんで、はい、それでいきましょうか。よろしくお願いします。えいよ、くーちゃん元気？あ、初手キルされて元気なわけねえだろ。お願いします。殺さないで。殺さないで。はい、あ、しててすごい。はい、いいじゃないですか。近い位置どこですか？近い位置は、セキュリティのカメラ前です。そうか、じゃあ直前に、セキュリティから出てくるロードさんと接して、ロードさんのお話を聞かせてもらえますか？まず頭を押してから、出てる感じです。左が必要だ。うん、だとしても、まあ、一応、クルーのビジョンでも見えるところに一応下に乗せました。時間かどうかは分からない。リミトリでされる。どうぞ。じゃあ、キミトリの話しようか。キミトリは直前でセキュリティのデータを水色と一緒にやってて、で、キミトリ先に向けて今、バイタルのホームがあってて、多分バイタルから来ると行こうと、全然違ったと思います。はい、できますよね、そのエレキホームから。はい、次はキミトリですね。今日の写真でキミトリは、キミトリと、あつきがメインホームの端っこから落ちてる。直前コーラルと一緒にいるのは黒だぞ。あ、そうです、黒、本当に3人すれちゃってるわ、ちょっと。黒は、黒はエレキとからセキュリティ入ったら死体がもう見つけられます。あー、それが黒さだった。黒は白、3人いたはずですよ。もう一人いた。手前ピンクが黒で心配されました。じゃあ、そこの3人がキミトリ忘れちゃったのか。いや、俺はちょっと前まであのカメラずっと見てて、すぐはいそれを確認します。ただ、オレンジさんいなくなったと思ってるんで、残ってたんで。そうですね。じゃあ、オレンジは引っ張って。お兄様で、オレンジは、黄緑と水色を置いてる形で、キミさんにローズが直線でも検索。いや、ローズさんの、すれ違っている場所的に、キミさんの方が、ポラル目線では怪しいです。あ、そうです。うん、キッチンと、席の間の通路のところのキッチン側で出ちゃったけど、ローズさんと私は接ちゃいます。ローズさんは、大体のゲームを喋ってもらって。どうぞ。私は、桜さんを疑ってて、組み下げになる前、コックピットで、桜と緑いたんですよ。で、組み下げになった時に、桜さんは武器庫に置いてってるんですね。で、私は通信室を開けて入ったらコーラルさんが直してくれてて、はい、で、まあ、私はエンジンに置けてるんだけど、桜さんがコックピット見た後、武器庫、キッチン、セキュリティ、そしてキッチンに戻ってるっていう動きが、うん、怪しい。あ、それはわかる。私、店に怪しく映ってあります。ここにいるから。そう、あ、セキュリティ一人いるな、キッチンに行こうって戻ってきてるんですよ。ちなみに、アドリアみたいですよ。どうぞ。あ、そう。あ、うん。あ、言えるわけ。ローズさん釣ったんだったら出したいです、私は。そうですね、まあ、例えば、実用は削れそう。うん。地底の怪しい人って、だから、ね、もしかしたら、だから、君取りさん、まあ、だから私のセリフだと思うけど、私もある。でも、あ、これ、ね、これが写真をしてくれてる、緑見てますよ。バイタル、バイタル組で、あれですか、タイミングが追加によって、いらっしゃいますか。全然。生きてた。そうなんですよ。ええ、あれなんですよ。今回のエレキの構造って、ぐるっと回らないといけないんですよね。で、君取りが、皆さんと思って、エレキとバイタルの間のコードブロックなん。あ、そんな、中に入ったと思います。なんて時間的に、ちょっと入場が出れば、すいません、チャイドをしてました。クラさんが最後バイトルから離れて、たぶんね、2秒経ってないぐらいでピンク、2秒もしない、1秒も経ってない状態で見て、その時に死んでました。じゃあ、そのぐらい得だったわけですね。いやいや、ピンクさんみたいな。その時には水でしょ。僕さんのバイトルの性格だと思った。だったらそれです。あれ見てれば、ローズ、コールドつけてみたいな。コラルいいじゃない。え、コラルになるんですか？それは、コラルさんは、そこ大事なのしてくれてる。確かに、目線、ギブじゃないの。インク目線で最初キッチンで黄緑、水色、オレンジ、ピンクあたりが開いてて、そこから、黄緑、オレンジが先、セキュリティの方行って、黄緑、オレンジ入れてみて、水色が閉めてもらえたら、ピンクって動いてしまったら、黄緑って動いてないんじゃないですか。それは別に、うん、コーラルでもいるし、セルフレポートする意味があるんですか。常にロースで釣りたいと思ったら、どっちに。まあ、ここがいい。なんでコーラル釣りになるのかわからない。2秒って言うんだったら、いや、2秒じゃないよ。それは、クラさんとピンクさんの間の話です。あ、そう。毎回でも2秒じゃないよ。2秒じゃない。それが何秒前かピンクさんが見たな、元小豆が見たの組み合わせたら、だいたい5秒以上10秒未満ってことになる。うん、ピンクさんも可能だよ。緑やと思うけど、ここ、大ケアで釣られちゃう。コーラルさんは、ここは釣られちゃう。コーラルさんでしょ、まだ後ろ弱くよくわかんないです。下位置が
エンジンルームから宿舎前に登っていく走路の左上、そこからちょっと下見た。ちなみにこれでトピックどこから来ますか？コミュ後、やり直ってから多分2秒ぐらい経ってから見たら死んでたって。ちょっと待って、ちょっと待って。ここから今まで何秒ぐらい経ってた？5秒、6秒ぐらいですかね。ちょっと倒してたのが、緑さんと赤さんと、で、そこに一応オレンジが駆けつけて、あずきさんもいましたっけ？あずきさん、メインホールだから、そこで緑が言ってます。一番最初に、クミ様のところに到着してるのは赤です。その後、緑です。で、あと2人がいつ来たかちょっと開いてから出します。で、ギリギリあずきからオレンジが前には見えたけど、ただ、メイン方向からではないとは思う。あ、そうです。うん。逆に、あの、ウィンクロウィンク。オレンジは、コクピットに行ったので、コクピットから、エンジン方向にメイン方向に向かおうとしたときに、組み込まれたので、スパイシーなという感じ。あの、緑がね、通信室に入る前は、メイゴールの女性のところに、あずきと緑で女性してたんですよね。うん、そうそうそう。で、あずきさんが先に抜けたんですよ。うん、キャバ方向に行って。緑が、で、緑が後で、女性終わったら、もう組み込まれたら、まっすぐ通信室に行ったんです。うん、それは後で。あずきさん、組み込まれたタイミングでどこに行ったんですか？組み込まれたタイミングで、エンジンから、コクピットに行ったんですよ。それって、緑ちゃん見てます。オレンジさんが、コクピットからエンジンメイン方向行ってるんですよ。すいません、主体の詳細位置、もう一回お願いします。エンジンの上側じゃないですか、上から。そう、エンジンルームと宿舎前のつなげる通路の左上、助かるんですか？はい、上側なんですね。はい。もし緑がオレンジさんと接近ってないなら、オレンジさんに入ったかもしれない。情報の本ですけど、赤が宿舎のミーティング宿舎から降りていくときに、タンさんと会ってるのが、タンさんがエンジンから上に行くところなんですね。通路よりはエンジンミスで一番手通路に行ったので、バラ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 はい。これ直近じゃないの？今バイタル見たんです。扉周辺です。エンジン左の扉周辺で。エンジン左。扉周辺。扉閉まってますか？バイタル見たんですけど、停電になる1、はい、2秒前にバイタル見たときも死んでました。ああ。グーッと溜まってすぐかな。あずきとか、あずき、あずきさんとか、そう、あのシャワーの洗濯を入れてるやつを見てって感じですか、ね。はい。前のさんの話？はあずきが弾いていただけると。うん、あずきは弾いて、あと緑も弾ける。コーラルが、コーラルの方が、メインに上がるはしごに近い位置で停電になって、緑は。こちらなんですけど、まず白とピンクで最初暗していて、そこから、シャワー方面向かってピンク先に昇降機右行ってるんですけど、予数的にまずセルフは多分白から否定できるかと思います。バイタルも情報出てるなら弾けるじゃない？ピンクさん。そうですかね。多分。停電。あんま覚えてないんですけど、多分そう、大丈夫だと思います。停電なる前です。正直、茶色は白は見えてないです。ごめんなさい。なるほど。そこにいたのは正しいですか、茶色さんは？金庫にいたのは正しいです。うん、ありがとうございます。証拠機能に入りました。黒紫さんは？黒はカメラ見てたよ。紫はキッチンで今キッチンいるよ。黒と紫は信じ合ってない。死にし合ってはない。黒は紫がテープやってる時にアップロードやって、アップロード終わってカメラ見ようとした時に紫いなくなってたからどこ行ったんだろうって思いながらカメラ見回してたけど、ピンクさん落ちてしまったな。あらら、うん、
まあ白か紫かな。いやローラーでも今これ停電中じゃない、まあ停電中か。ローラーできあーローラーできるか。紫取られと思ってた。私はボタンを押してしまったので。まあはい、どうもお疲れ様でした。悪いんかい。おーい、あらららら、ナイスナイスナイス。なんか白さんバグってます、ね、ずっとバグってて毎回何回やってもできないんですけど、こうやってなんかありますか。一回落ちてみて、一回再起してみます。白さんなんかモッドを入れたことあります。あ、モッド入れました。なんか衣装を全部外して、衣装適当なのつけて全部外してみるとなんかできたみたいな。なんか裸の方がいいって聞きましたよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。